はい、それでは続いてのお便りです。怖くないバイオザード4エタとスパイプラスザマシナリパート32おまけとおまけより、3分26秒のコメント。画質いいね。ありがとう。あのね、画質はやっぱりね、動画を作っていく中で毎回悩ましいなと思う問題で、例えばあの今回のパート35ってですね、前に比べると若干画質悪くて、あの長く撮りすぎちゃったんですよね。そういう風なその前後尺っていうところでどうしても画質の劣化とかがあってね、できる限りやっぱりゲームが持ってるポテンシャルをお届けするのがゲーム投稿者の仕事だと思ってるので、できる限り綺麗にやろうと思ってるんですが、おそらくですね、夏前ぐらいに収録のパソコンの環境がガラッと変わるので、以後に関してはですね、もうちょっと綺麗な画質でいろいろなゲームをお届けできるかなっていう風に思ったりしております。まあプレセ2とかね、要は外部からその映像を入れてくるゲームはダメだけど、パソコンでやる分にはね、画質も随分綺麗なものがお届けできると思うので、そこら辺も楽しみにしていただければななんていう風に思っております。あのね、かかる経費えげつないね。本編どうぞ。いやね、久々にやらかしましたね。録画に失敗してまして、残念ながらですね、データのロールバックをしたんですけども、まだね、前の動画をね見てないからわかんないんだけど、きっとね、アイテム欄はねこんな状況ではなく、かつなんだろう、雑な管理の結果みたいな今アイテム欄になってると思います。というわけで、どうも初めましての方は初めまして、そうじゃない方いらっしゃいます。矢上ハイテクお送りします。怖くないバイオハザード4、J アナザーオーダーパートなんだこれ3ぐらいだっけでございまして、バイオハザードもですねパート35となりまして、前回ですね、ルイスとレオンがですね、家の中からなんか運ばれてるシーンでしたっけっていうところを見たところでですね、前回は終了となっていたんですが、そこで終わった後のパート35収録し終わって、振り返ってみたら完全に収録とちってて、それを今同じところまでロールバックした状況となっております。というわけでございましてですね、早速進めていきたいと思うんですけども、前回あれですね、この中ダイナマイトのやつらがねいっぱいいる中を抜けてというところだったんですけども、もともとね、ルイスたちがいるこの部屋っていうと、この家のとこですかにですね、若干弾とかがあるので、まあそういうちょっとしたものはですね、もうちょっともらっていこうかなと思うわけですよ。でね、一週間空いてるので念のためですけども、目的地がもともとね、この家だったのが村長の家に戻ってるので、ガンガンと戻っていかなきゃいけないというシチュエーションでございますね。というわけでございまして、とにかくですね、ひたむきに、どんどんと来た道を戻っていくルートになるわけでございますけども、いやはやですね、さすがにね、一回、あれなんですよ。ご存知の方もいると思うんですけどね。ヤガミ、ロケハンするときにメモを取りながらやっていくんですけど、逆に言うとヤガミですね、取ったメモを捨てながらですね、実況をしてるんですね。もしここは終わったから、つって、どんどん、ホッチキスを取ってるページを切り離していくんですよ。なのでね、パート35のメモがないっていうね。若干ね、記憶を頼りにやっていこうってとこなんですけども、まあ言うてね、ジアナザーオーダーは怖いところがなんか急にわってっていう感じのものがあるっていうところでもないので、まあそこに関してはね、そんなに不安があっていただかなくても、なんて言うでしょうね、あんまり、私がうわーみたいなこと言わなければ、見てる皆さんが驚くようなことはないんじゃないかなと思っているところなんでございますが、なんつってる間にですね、お家の探索が終わりましたので、来た道を逆走してですね、どんどん目的地に向かっていきたいなというふうに思っております。まああれよね、結局のところ、詰まるところ、ジアナザーオーダーって、ザ・エーダースパイなんか違うな。と一緒でさ、あれなんだよね。うるさいよ。あー、ダイナマイトに当たんなかった。もう一回。あーん。あーん。そういう、なんだろう、全部想定と違う。なんかごめんな。なんか、そういうつもりじゃなかったんだよ。なんかあれよね、結局のところね、戦闘するシーンが非常に多いので、まあああいうところもね、スルーしていくんですけども、もうね、通らない道はね、構っててもしょうがないので、それはね、通るんじゃない？よいしょ。ああ、なるほど。よいしょ。というわけでございまして、何事もなかったかのように戻っていくわけでございますけどもですね、ちなみにですね、このロケハン事故ってるんですよ。あれ、もう一回、あれかな、止めがあったりするかな。そう、ここのね、これをね、取るのをね、取らないでね、あそこの蓋だけ閉じるっていう失態を犯してしまって、まあ、ちなみに今ね、ここの池調べるとね、ひどい匂いだわって言うんだけど、これ落とすと、こんなおぶつまみれのものにはとても触る気になれないわというですね、悪意に満ち足りた、なんか悪意に満ち溢れた女性らしいコメントが見れるっていうね、ところとかもやっていきつつなんでございますけども、卵あった。
やったぜ、金の卵だ。危ない、今略して言いそうになって、略して言ったらピーってしなきゃと思って、それを回避しようと思ったらすごいアクセントがおかしなことになったけど気にしないでいくわ。というところでございまして、リロード、ショットガンもリロードできるんじゃない、どこでしょと。というわけでございましてですね、まあいい感じに弾も補充していきながら、もう早くですね、新しいアタッシュケース買いたいところなんですけどもね、ちょっとお金が足りないかなっていったところなんでございますけども、あ、ハンドガン溜まったじゃん、やったぜ。とりあえずですね、村も抜けてですね、どん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 と、あのレオンたちのですね、行っていた場所に戻っていきたいと思うわけでございますが、めんどくさい配置ですね。よいしょ、あー、それ横向いちゃうとおっさんが吹っ飛ばないじゃんね。おっと、あぶね、あー、マジか、なんか今あれだね、俺レオみたいな声出したね、あーみたいな。というわけで、まあ適当に回復しながらですね、そこわざわざ取らなくてもいいかな。というわけでございましてですね、街に戻ってくるとですね、一気にこの住人たちがあのもう警戒態勢になっているわけでございますけども、こちらですね、あの外側からぐるーっと回っていただければ、エンカウントする村人はせいぜい 3,4 人ぐらいかなっていうぐらいまで抑えることができます。なのであんまり時間をかけずにね、サクッと探索してですね、目的地に向かっていこうかなというところなんでございますけども、このね左側なんだけどね、門の目の前にも何体かいるんですよ。ここからね先に行ったらもうちょっとで村長の家のとこなんですけども、でもここら辺とかはね適当にあの足とか崩しつつ、あの抜けれる形を作っていって抜けていっていただければいいのかなと。ちなみにですね、アナザーオーダーなんですけど、まあとにもかくにも弾が余らせられるかの勝負かなっていう風にロケハンを進めている限りでは感じているんですね。でその上でなんですけど、まあ正直敵をいっぱい倒して確実に弾を確保しながら進めていくって方法もあるし、あのんなことしないで敵とそもそも戦闘しない、だからちょっとテクニックに自信がある方はね、そのまま抜けてしまうのも手かなと。さあというわけでございましてですね、レオンがね、村長の家を探索している頃っていうところだわけですけども、実はですね、あの、レオンとね、エイダがね、ガチャが、レオンとエイダじゃねえや、村長とね、レオンがガチャガチャやってる時に、エイダは近くにいたわけでございますね。というわけでございまして、村長の家に近づいていくとですね、どんどんデモが発展していきます。というわけでございまして、さらに見ていきましょう。おやおや、村人同士が何か喋ってますよ。何ていうか全然わかんねえんだよ。プラーガだけ聞き取れた、プラーガだけ聞き取れたよ。なんかそんな面白い話してんのお前ら。同じ血が混じったようだ。だがお前は所詮よそ者。覚えておけ、目障りになるようなことがあれば容赦はしない。これあれですね、ずいぶん懐かしいシーンでございますね。レオンがあのちょっと片手でね上に上げられたところでございますよ。さあこのねレオンが危なかった時、実はお家の屋根の上には A だ。同じ地というわけでね、このレオンが先に進んでいってってやるんですけど、さらにねこんな感じで村長にねやられてピンチ、ピストルもないね、あれねもう目障りになったら容赦はしない言われましたからね、レオン大ピンチっていうところなんでございますがね、村長にガー踏まれてる時に後ろからエイダが援護射撃。さあ村長もね怒って窓を突き破ろうとするがね、ワイヤーショットで上に逃げていくと。もうレオンとエイダはねこんだけ近い距離にいたんですね。とはいえあの本編でちょっと語られてないシーンなところもあったりしますので、若干ね物語というか歴史の改ざんがあるのかなってところはあるんですが、さあ囲まれるエイダ、しかしながらねエイダの身体能力があれば余裕でしょうと思いきや、はい、というわけでね急に後ろから注射器のようなものを刺されてですね眠らされてしまったエイダは村長に捕まるのでしたと。というわけでございましてですね、ここのデモシーンが終わりますと一気に場が変わっていくのですが、この後 QTE ございますのでコントローラーは握りしめておきましょう。というわけでね、目覚めたエイダはね、これもうねここのデモシーンでね、あここだってピンと分かる方はね結構バイオ4好きなんじゃないかなと思うんですけども、なお祈りされてますよ。さあエイダがいるのはどこなんでしょうねこれ。というわけで急にですね避けるが来ますが、そこも無事に避けていきましょう。さあちょっとやそっとやられても余裕のエイダ。さあ足に傷を負わせてエイダが怒ったところからですね物語がまた進行していきますというわけでございまして、ちょっとここね何体かね斧持ちがいるので、とりあえずねとりあえずよいしょ、いい感じにやっていきたいとこだな。あっと危ね、当たっちったか、めんどくさいなここも、本当斧持ち嫌い。よいし
まあとりあえず適当にショットガンでやってよいしょ。でさらに旋風脚と、これで完全にタイミングがずれたかな。 OK、 さらに旋風脚巻き込んでいく。さあ、あいつが気づいてない間に後ろでナイフでやるけど、咲いちゃったな。まだアサルトライフルとかがないからね、アサルトかスナイパーライフルかとかがないからめんどくさいんですけど、とりあえずあいつはもう崖の近くだから落ちればいいんじゃない。あれ、あーい、さてさて、とりあえずタイマンの状況を持ってきて、あれかな、なんとか上のところをハンドガンでやりたいとこなんだけど、おいで。 OK、というわけでございまして、ここどこか分かります？ゴンドラの付近ですね。ゴンドラの付近で、本編ではですね、ここに宝箱があって、アシュリーをちょっと一瞬ね放置した状態で探索を進めていたという場所なんですけども、実はここにですねエイダが捕まっていたんですね。というわけでございまして、本編とねなんだかんだ言ってね、あの道がつながってくるというですね、ちょっとやっぱここら辺はね、あのプレイしながら面白がって、あのあこういう この時にここにいたんだとかっていうのが見えてくるとね、結構面白いところもあったりするんじゃないかなと思うんですけども、さああのダイナマイトを打って終わりたい。よいしょ、マジか、あれバカつんな、あありがとう、左のやつ壊してくれて。というわけでございましてですね、このここの洞窟の先にもですね結構敵がいらっしゃるのですが、そもそもね、随分とマップが移動しております。でですね、目的地としてはゴンドラで移動した先のところにあるなんか真ん中のところというところが目的地になっているようでございますね。というわけでございまして、こちらに向かっていきたいところなんでございますが、とりあえずここら辺にですね結構な敵さんがいらっしゃるので、これを倒していきたいんですけども、まずですね一回この上側に登っていかないといけない理由がありまして、このゴンドラのね操作盤があった部屋なんですが、こちらにですね武器商人がいらっしゃるんです。でまあ武器商人は一回置いといて、今机の上になんか光ってたのね、あの見えた方もいらっしゃると思うんですけども、こちらにありますは鉄製の鍵、この鉄製の鍵がですねちょっと必要になるので、ちょっと先にまず上側に来たんですが、まあちょっとね緊迫した音楽になってますけども、アイテムの整理からいきますか。さあってお宝売ったら、そろそろよいしょ、そろそろあれじゃない、アタッシュケース買えるんじゃないで、ステイン、くぼみのあるステインで仮面の宝石かってことは、とりあえずアタッシュケース買いまして、大きくして、で一回アイテム欄を開けるでしょ。もうこのね緑黄色は早めに飲んどきたいね。もうやっぱねエイダのね HP の少なさはとにもかくにもしんどいので、ちょっとでも早くここから出したいですよね。で意外とね本編だと先行手榴弾があの咲いちゃってるやつ倒す時とかしか使わなかった気がするんですよ、個人的には。なんですけどもエイダ編の場合だと逃走にあの至るところで使えるので、結構持っといて損なアイテムかなって感じですね。さてさて、改めてでございますけども、アイテム欄が広がりましたので、マシンピストルとライフルがちょうど買えるかな。よいしょ、いやこれは買えないのではこれは買えないのでは、こうしてよいしょ、あーでもちょっとこんな感じか。まあこんな感じでですね、とりあえずライフル、ショットガン、マシンピストル、ハンドガンね、今ここには持ってますそれぞれの弾種の関わるですね武器は手に入れられたかなと。でまあここら辺のねアイテムを回していけばいいんですけども、実はですねもうちょっと進んでいきますと、解放される武器の中に本編では登場しなかった武器などもあるので、そういうところをねちょっと持ってみるっていうのも楽しかったりするのかなと個人的には思うのですが、というわけでございましてですね、鉄製の鍵でしたっけを拾いましたので、先に進みたいんですが、ここ覚えてます？操作盤、あのレオン編で操作しようとするとね、あの動かなくなったら大変みたいなこと言ってたんですけど、起動用の鍵を使えばゴンドラが動かせそうねと。エーダの場合ゴンドラが動かせるんですね。というかエーダが動かしてくれたのをレオンはニュータイプがごとく俺が触って壊しちゃったらどうしようっていう風に避けてたと。何気にあれですね、レオンが前に進めていたのにもこのエイダ編との密接な関係が結構絡んでいるというところがですね、要もまあね後付けで作ったよねって感じ。正直やっぱね本編終わった後だからね、てかカプコンうまいよね後付けで物作るの本当ね。
そう毎回思うけど、だってバイオハザードだってね、もともとはウイルスでゾンビ感染までは良かったけど、もうここまでね寄生虫がどうのこうのとか言うと思ってなかったでしょう。というわけで先ほど手に入れました鉄製の鍵を使いまして、こちらを開けていきましょう。さあ、この先覚えてらっしゃいますかね。村長戦があったマップなんでございますけども、こちらにですね A が一人で来た場合、もちろんながらタイムラグ的にこの先に村長はいません。いない代わりにですね、若干のプラーガたちと、あとは、なんだっけ、チェーンソー女だか男、チェーンソー女だか男が、待ち構えているという風になっておりまして、まあ、ライフルとか持っとけばね、基本的に A ら辺やってる場合だと、最高火力持ってる武器が、まあ、このスナイパーライフルなので、スナイパーライフル等々をうまく使っていただいてですね、まあ、対応していただければいいのかなと。というわけでございまして、チェーンソー女でございましたね。いらっしゃっせー。チェーンソー女が来ましたが、適当にこちらはですね、あしらっておきまして、で、まあ、左側とかからもね、敵から落ちてきますので、まあ、そこら辺もね、ちょっと注意していただきつつ、これはスナイパーでやる必要ない気がするんだけど、よいしょ、咲いちゃったよ。さーて、もう一丁。まあ、対処しますかね。はい、よっと。というわけでございまして、こちらはですね、このチェーンソー女が、まあ、行ってしまうと、最初で最後のピークでございますので、で、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、こちらね、この部屋の中自体は2階建てになっておりまして、上や下やにいろいろアイテムがありますので、そちらのアイテムとかも確保していただきながらね、結構弾の補充とかをここで、慈しんでいただくといいのかな、というふうに思ったりです。さーてと、ちょっと後ろ側に取っといて、ほい。そろそろ倒せたかな。でするとですね、このチェーンソー女が、倒れてなかったのね。もうあなた、なんだろう、息を引き取ったのかと思ったわ。よいしょ。というわけでございまして、チェーンソー女を倒しますと、首からぶら下げていたゴンドラ制御装置の鍵を入手することができます。で、入手した後もですね、使ったね、今私。絶対使ったね、今ね。使う必要全くなかったじゃんね、ほんともう。さてさて。あとはあれですね、マシンピストルの弾がとにもかくにもありがたいですね。1回見つければだいたい50発、まあ、最低でも25発。まあ、先ほどもね、先ほどから言ってる通り、この映画編では非常に相手から逃げるシーンが多く存在するかなと思うので、その時にね、マシンピストルとかでね、足をすっ転ばせられるっていうのは非常にですね、優秀かなというふうに思います。さあ、というわけでハンドガンの弾をゲットして、こんなもんかな？他にはアイテムはなさそうだろうか。大丈夫だね。なおかつアイテム欄ももういっぱいいっぱいだもんね。というわけでございましてですね。ちょっとでも本当は最大値を伸ばしておきたいところなんだけども。結局このモード、前のパートから言ってたのか、それとも、消滅した幻の35パート目で言ってたのか、余ったお金は基本的に武器商人から救急スプレーを買うときに使えるお金になると思っていただいて結構かなと思うので、後半に行くにつれてですね、若干弾も余る傾向がありますし、なのでですね、回復アイテムはせっかく HP の少ないエイダを操作しているってところも含めて、無駄遣い、なんだろう、逆に無駄遣いをするような気持ちで、やられるといいのかなというふうに思いますね。なんかね、変にね、死んでストレス抱えるくらいだったら、もう倒せる敵はどんどん倒しちゃった方が楽かなと。それ刺さるんかい。よいしょ。さて、転ばせられるだけ転ばせて、卵もないもんね。とはいえ、なんかあと一発ぐらい食らってから、イエローハーバー使いたいな。ちょっともったいなさすぎる気がする。よいしょ。というわけで、適当に転ばせといて、その間に上に進んでいきましょう。カメラの視点がね、ここね、非常に悪いのでね。バイオ4のね、特有のちょっとその下から舐めるようなカメラアングルなのに、上側に敵がいるっていうちょっと煩わしいマップかなと思うんですけども。さてさて、ゴンドラに乗るのですけども、私鍵使ってないですね。私鍵使ってないですね。というわけで、鍵を使いに戻るんですが、ゴンドラのね、シーンといえばね、アシュリーのパートなんかで、なんだろう、ゴンドラから敵がね、なんか落ちてきてみたいなところを、ちょっとね、記憶に新しいのかなと思うんですけども、今回のこのゴンドラはですね、特に敵キャラが、危ねえ、よいしょ。特に敵キャラが、降りてくるところをね、その入れ違いになんていうようなシーンはないので、そこに関してはですね、何も不安がらないでいただいていいのかなと。で、起動用の鍵を使えばゴンドラを動かすので、と先ほどの文言がありましたので、先ほどチェーンソー女から手に入れ鍵を使いましてですね、ゴンドラを動かしていきましょう。さあ、このゴンドラを動かすことですね、ゴンドラを使って奥側に進んでいきたいなというふうに思うわけでございますが、まだ敵キャラがおりますし、敵キャラがおりますし、咲いちゃってるやつが一体いるんですよね。それが煩わしいな。よいしょ。
まあ、あいつ転ん一回転んでくれればもうそれで放置でいいんだけどな。でもあれか、転んだところでオッケー、綺麗に抜いたぜ。もうそうやって、え、なんか足音、ん、後ろにいる、あー、あれ、あ、いた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 、あぶねー、よいしょ、適当にすっ転んでいただいて、サクキックで転ばしてる間にゴンドラに乗ってしまいましょう。サクサク進めていくよーと。もうね、一回取ったとこだからね、俺としてはね。さてさて、6発はリロードできるね、ぴったしかな。これで弾が、ハンドガンが100発プラス21発、ショットガンがちょっと心もとない、マシンピストルは183発と、まあ、結構ね、弾も、あ、違う、マシンピストル、そこにもストックあるのか。じゃあちょっとマシンピストル多めでいいのかなって感じですね。というわけでございまして、ゴンドラに乗ってですね、先に進んでいきましょう。さあ、こちらですね、ゴンドラに乗ってきたはいいのですが、ゴンドラに乗ってきた先、覚えてらっしゃいますかね、こちらのマップもね、いろいろとですね、通行するにもですね、例えば目玉が必要だったりだとか、いろいろしたシーンなんでございますよ。でですね、もちろん A ら辺だからといって何か違いがあるわけではなく、同じマップを来るわけでございますけども、例えばね、左に関してで言うとね、眼球がスッとされてない、ね、この先には資料が、資料にあったあのおちびさんがいるはずねと、サラザールの話がちょっと見えてきたりするわけなんでございますけども、じゃあここでどうするかってとこなんですね。レオンが持ってるようなね、そのドアを抜けるようなアイテムも持ってないですし、おっとここで A だ積みなのかと、毎回毎回思うんですけどね、 A ら辺はねずるいって思うんですけど、とりあえずだね。とりあえずだね。あれ、ここ何もなかったっけ？あ、ロッカーか。え、アイテム持てなくない？あ、お金、ラッキー。で、お金も回収し、セーブポイントはスルーでいいよと。でですね、まずこちらの上側には武器商人が本編同様いてくれるので、どうもどうも。近くない？近くない？女の子にそんなに近づくのとかないと思います。というわけで、とりあえずスピネルは売って、あとは仮面の宝石が売れるか、金の腕輪も売れると。さて、じゃあまあちょっとね、金策ということで、あー間違えた。よいしょ、よいしょと。これで、さらに仮面も売るのはいいんだけど、売ったところで買うもんないか。もうちょっと進むとね、アタッシュケース L が登場したりだとか、さらにお金を使うタイミングはあるので、まだまだお金は貯めていきたいところなんでございますが、ますが、とりあえずこのままかな。いや、若干、アイテム欄足んねえな。こうして、こうして、多分弾が持ちきれない気がするんだよね。この後ね、ちょっと弾が多めに手に入る場所に行くんですよ。とはいえ売れるものも特にないもんな。とりあえずショットガンリロードしといてぐらい。スナイパーライフルもか。これでアイテム欄ちょっと空いたかな。オッケー。というわけでございましてですね、確かここに樽があったはず。よいしょ。で、ライフルの弾もゲットして、で、ここですね。ドアがあるんですけど、このドア開いてないはずなんですよ。どうするかっていうとね。ずるくない？ほい。もうそれがいいんだったら全部ありじゃんみたいなね。でですね、ここ非常にわかりづらいんですけど、上側にですね、樽があるところがあるんですよ。これ本来ね、上側にね、登れるっていうシーンがあったところなんですけども、本編では来たっけ？本編ではエルヒガンって倒せないって言ってこなかったんじゃなかったっけ？っていうところなんですけども、こちらですね、このフックショットって出るところ、上に登っていただきますと、樽がありまして、で、この樽の中に弾があると。なのでですね、これをですね、こう何個か回っていただくことで、ね、あそこにもね、樽が2個あるから、みたいな感じで、大体あそこのね、上側に、行けそうなところがあるぞーの下のあたりをうろちょろしていただくとフックショットが出てくるので、ここで綺麗に弾を補充しておきましょう。でですね、こちらなんですけども、この奥にですね、エルヒガンテが出てきます。なんですけど、倒さなくていいんじゃねえかなっていうのが結論ですかね。うまくするとね、ノーダメージでひょって通過できちゃうんですよ。なので、ここに関してはなんか、あ、ふーん、いるんだね、ぐらいの気持ちで進めればいいかなと。で、まあ、食らっちゃったとしてもね、救急スプレーないしはそこら辺のアイテム使っていただいて、回復していただければいいだけのマップかなというような感想でございましたと。さあ、マシンピストルの弾は欲しいが、とりあえず、あ、これだったらまあ、諦めもつくか。で、まあまあ、それはもう諦めましょう。でですね、待って、レッドハーブは取れねえか。もうしょうがねえかな。あそこにね、目的地のドアがあるんですが、ドアに向かおうとすると、エルヒガンテが上空から登場します。というわけで、敵はショー。チャース。
でまあね、エルヒガンテが来たねーっていうとこなんですけども、ほんとこれね、横抜けていただくと、ただここにね、あのハーブがあるので、ハーブ意味ねえじゃん、使うわ。というわけでドア抜けて終わりと。もうこんだけですね、非常にですね、簡単に抜けられるかなといったところです。さて、今雨が降ってる小屋ですけど、ここどこかまた分かりますかね、覚えてらっしゃいますかね。ここルイスと レオンが一緒に籠城戦をして、ルイスがその後に俺はちょっと野暮用があるみたいなこと言って出て行ってしまったあのシーンですね。チャプター2の何ぐらいとかだったかなと思うんですけども、そこのですね、お家の目の前に到着しました。というわけで進んでデモシーンに入りましょう。忘れ物を取ってくる、先に行ってくれ。ルイス、よー、セニョリータ、火ねえか、ついでにタバコもねえかな。約束のサンプルは釣れないねえ。そいつを今から化け物の中体張って取りに戻ろってのに。楽しそうね、早めにお願いするわ。なあ、あんたんとこの組織ってのは一体どういう連中なんだ。知ったら聞いたこと後悔するわよ。あのじいさんの教団潰してくれんなら誰でも構わないけどな。というわけでルイスとエーダが実は外で落ち合ってたんですね。というわけでございましてですね、今回のチャプター2が終わりまして、最後にエーダーズレポートを見て終わろうというところでございますね。ルイスはね、野暮用があるって言っていなくなって、その後はね、サラザールのところまで行ったところでルイスともう一回合流したと思いきや、ルイスが殺されてしまってサンプルをもらって終わるというシーンでございましたけども、実はルイスはこの時点でね、なんかその例のサンプルは的なやり取りとかしてるってところで、エーダとつながりがあったっていう話なんですけど、そこの話詳しく見ていきましょう。というわけでございまして、エーダーズレポート。様々な思惑が混じり合う今回の事件において、彼ルイス・セラの立場は比較的単純だ。背後に何らかの組織めた動きは確認できず、あくまで彼個人の意思により行動しているものと見ていいと思う。彼を今回の任務のキーパーソンとして組織に押したのは私だ。彼の人間性、経歴からにじみ出る熱意に好感を抱いたからだ。研究施設からの彼の偶然傍受できたのは幸運だった。どうやら彼は警察組織を信頼してないようで、メールは大学時代の友人宛に送られていた。彼自身はその友人がすでに死亡していたことを知らなかったようだけれど、ともあれその経路から彼との接触を図ることができた。彼はプラガの研究の合間に教団の裏側についても独自の調査を進めていたようだ。その一部がメールにも書かれていたが、あらゆる面で真相に迫る鋭い考察を連ねている。この観察眼こそサドラーに変わられた能力だろう。しかしその力は教団の深部に入り込みすぎ、サドラーの疑念を招くことになってしまう。早くない？次は待つのね。こちらの正体を告げると、彼は身柄の方を願い出てきた。自分は教団やプラーガに何ら未練はない。ただ安全圏に逃げ、平穏な生活に戻りたいと。我々は見返りに証拠物の一つである支配種プラーガのサンプルを持ち出してよこすように命じた。どうやら彼はサドラーの信頼を得ている数少ない人物のようでもある。接触を図ってサンプルを得ることは比較的容易だろうと目算した。だが彼の逃亡は教団とて放ってはおかないだろう。手引きをし、ある程度こちらの意図通りに立ち回ってもらわなくては。というわけでございましてですね、まあ、ルイスが利用されていたってことがね、全体的にわかるお話だったのかなというところでございますけども、まあ、もともとね、ルイス自体っていうのは、ね、まあ、本編だとね、結局のところよくわからないけど、ワクチンというか抗生剤、何？抗生剤だってる？なんかその、なんかウイルス止めるやつとかさ、思ってたりだとかっていうところだったんですけども、結局のところですね、その、友人に送ったメールを、エーダたちが傍受し、で、それでエーダたちに、まあ、身柄を助けてくれと、サンプルを渡す代わりにっていうところで、エーダたちと関わりがあったようですね。というわけでございましてですね、本編だけではわからないものがいろいろと語られてきたような気がするのですけども、こんなところでレポート2が上がったところでですね、今回の、なんだ、ジアナザーオーダーですか、は終了となります。というわけでございまして、3の4、これはいいやつだよね。というわけでございましてですね、一回ね、上書きしたトラウマからね、違うところにセーブしてるんですけども、ね、前回に比べて7分早いと。いかに戻し作業サクサクやってたかってとこですけどもね。というわけでございましてですね、いよいよチャプター2が終わりまして、ルイスとの
関係性が分かってきました。さてその続きね、結局のところですね、レオンのことを助けたりだとかしてますけども、エイダはどうなるのか、レオンとどういう合流を取っていくのかというところも含めて見ていきましょう。というわけで今回のパート35はこの辺で、また次回動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。お疲れ様でした。